マジで。いきます。じゃあ。マジでやったことないよ、こんな落ちるの。何どうしたどうした。いきますよ。ゴルフボールを拾います。皆さん、こんにちは。現代のもののけ姫こと、まこです。今日はですね、体幹が効かないんですって結構動画でお話ししてると思うんですけど、その体幹が効かないってじゃあどういうことなのかっていうのを、もうなかなか説明が難しいんですが、こう伝わるような動画を撮っていこうと思います。ほい。はい、じゃあ普通の人の体幹が効く人の起き上がりバージョンをやってもらいます。はい、おはようございます。い、はい、まず普通に起き上がろうとしたらね、みんなと同じように普通に起き上がろうとしたら、ここまでしか上がりません。私のお腹じゃない、状態、上半身はここまでしか上がらないので。まあこう起き上がるか、結局手を使って起こしていかないといけません。まあ、まこちゃんはだからこういう起き上がり方をします。はい、はい、じゃあ次は座った状態ですね。短材に足ブランってなった状態で左右前後押されて耐えれるかどうかを見ますね。どうぞ。結構強く押すやん。反対。耐えれますね、すごい。じゃあ次、前からか。どうぞ。すごい押すじゃん。後ろ、すごい。後ろ怖いな。頑張って耐えて。まあ私は今このままこういう座ってられるけど、もっと軽装の人とか体幹が効かない人とかっていうのは基本的にはこう手ついてないと座ってられないっていうのが、あとこう背もたれがないとね。座ってられないっていう方もいますが、私はまあこのままこうやって座ってられるし、今はこう腰をこう乗せる状態でも座れるくらいは、まあ、リハビリの おかげでできるようになりましたが、押されたりこうちょっと体を動かしたりすると倒れてしまうので、それを押してもらおうかな。じゃあ、じゃあ失礼します。はい。これでもさ、耐えれる、普通の人耐えれるか、あ、耐えれないか。こんぐらいなら多分耐えれるんじゃないかなっていうラインですかね。はい、で反対。じゃあ失礼します。おいしめだ。じゃあ前後、前後ですね。はい、前後。え、これわざとじゃないの伝わるかな。わざとじゃない。はい、前から押そうかな、まずは。じゃあ、うん、はい、じゃあ行きますよ。はい、おい。もうムカつくわ、ほんと。やだ、倒れるの。はい、じゃあ、失礼いたします。はい、おい、あー、すいません。おい。おい。はい、こんな感じで、まあ、押され、座ってはいられるけど、何かこう衝撃とか 押されたり耐えれずに倒れちゃいます。はい、じゃあ次は車椅子上で、例えば車に乗ってる時に急ブレーキかけられて、こう皆さんこうグインってなった経験とかあると思います。電車とかもそうですけど、それに私たちはやっぱりこの腹筋が効かない分耐えれないっていうのが、あ、どういうことなのかっていう、ちょっと事故映像ばりに
ょっと命をかけて再現してみますので、ぜひご覧ください。どうぞ。絶対負けしないでね。車椅子を押す人たちは優しく止まっていただけるとありがたいし、まあ、逆にこう押す時もクッてやっぱなっちゃう、同じようにね、急に押されるとクッてなっちゃうので優しく押していただけるとありがたいです。はい、じゃあ次は下のに落ちたものを取ろうとする時も結構シチュエーションとしてあるんですけど、やっぱりこうゆっくりお腹を使いながら降りることができないので、まあ、基本的にこうどこかに捕まりながら落ちるんですが、今はどこにも捕まらずに、じゃあ本当にこう下に物を取りに行こうとしたらどうなるのかっていうのをまた自己映像ばりにやっていこうと思います。で、起き上がりも大変です。起き上がることもできないので、基本的にどこかに捕まって起き上がったりっていうのをするので、ちょっとそれを再現してみようと思います。シュールはい、体幹の自宅で簡単にトレーニングできるトレーニング方法をご紹介していこうと思います。でまずは、首を寝た状態から上げるんですけど、ちょっと上げてもらっていいですか。そうで、こんなに高く上がんないよって方もいると思うんですけど、後頭部が床から離れるぐらい上げるだけでも十分腹筋のトレーニングになりますので、これは結構頸椎レベルの方から胸椎腰椎レベルの方まで誰でも簡単にできるトレーニング方法かなと思います。で、腰に負担が実はかかるのがちょっと嫌だなっていう方は、家族の人に足の下とかにですね、枕とか布団とか置いてもらって、ちょっと曲がるようにしてもらえると、またより一層いいのかなというところですね。この時絶対息止めないように、上げる時には息吐いて、で下ろす時にそうそう吸って、そうですね。で大体回数は、まあ、しんどいなって思う一歩手前ぐらいまででいいです。これ結構個人差あるんで、あ、もう限界になるまでやんなくていいです。無理ない程度にお願いします。動き含めてもうちょっと日常生活動作も合わせたような寝返りを使った体幹のトレーニングをご紹介しようと思います。これは一人でできる人は一人でやってもらっていいんですけど、まあ、ご家族のちょっと助けを借りながらやるのが一番いいかなと思います。で、どういうやり方かっていうと、手を遠くに伸ばすようにぐるっとこう寝返ってうつ伏せになります。はい、戻っていきます。そうそうそう。
あそこでできるっつって言ってる人いるんですけど難しかったらこういう風に家族の人に手を持ってもらって引っ張ってもらいながら、そう、さっきの腹筋と一緒ですね、首を意識して回す、上げるっていうイメージですね。じゃあ引きますよって、そう。で、家族の人は 手首を引っ張って持っていくようなイメージでやってもらったらいいので、これももうヘトヘトになるまでやんなくていいです。ちょっときついなぐらいでやめてもらったら、まあ、多分胸椎レベルの人は一人でできるかな、コツをつかめばですね、できるかなっていう感じです。腰椎の人は多分できると思います。頸椎の人は首をしっかり意識しながらですね、そう、こういう風に寝返る方向に向かってあげるようにやってもらうといいのかなと思います。俺もやる。こんな感じですね、会場は。そうそうそう、で、ここまで、うん、OK、 うわぁ、むずい。とまあ、こんな感じで1回でヘトヘトになるんで悔しい、できないの。はい、こんな感じで、体幹が使えない、ただ車椅子に乗ってる人たちって足が使えない、歩けないって言っただけで、ただ乗ってるだけって思われがちなんですけど、まあ、脊髄損傷の負ってる人たちとかはこう体幹が使えない人っていうのは多いので、日常のその生活の中で例えば道路を漕ぐ時のそのガタガタで体幹がすごくブレブレになって車椅子を漕ぐのが大変ということがあったり、それこそ電車とかもどこかに捕まってないとバランスが取れないとかっていうのもたくさんあります。ですが、こんな風にトレーニングをすることで強化できるというかね、使えるようになってくることがあるので、皆さんぜひ自宅でトレーニングしてみてください。ということで、この動画がいいなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では、本日も最後までご視聴ありがとうございました。